します。中継リポーターを担当させていただきます。今日男女チーム選手皆さん全員に今年はヒーローインタビューができればいいなと楽しみにしております。選手の皆さん全員と最後に監督にも一つお聞きしたいと思います。まず選手の皆さんになんですが、サッカー選手としてプレーする上で最も大切にされていることというのはどんなことでしょうか。新人選手のお二人にはどんなことを大切にする選手になりたいかというところを聞きたいと思います。それでは一人ずつお願いしてよろしいでしょうか。はい、それでは、後ろの後列から参りたいと思います。まず、スタッフからお願いいたします。僕は、去年あまり試合に出れなくて、すごい悔しい思いをしたんですけど、その中でやっぱり、努力をし続ける、試合に出れなくても使わずに、やり続ける、継続することっていうのはすごく、大事なことだというふうに、感じた1年だったので、その継続する力っていうのをすごく今大事にしています。僕も松下選手と被るのですが、どんな立ち位置、どんな立場にいても、トレーニングをしっかりする、自分の課題と向き合うということは大事にしてきました。それでは福田選手の照山選手から、自分はまず凡事徹底という言葉が好きで、高校時代からも言われ続けてきたんですけど、当たり前のことをしっかりやるっていうところで、自分は高校からプロサッカー選手になって、立場が変わるんですけど、当たり前のことをしっかりやるっていうところで、挨拶だったり準備のところだったり、1年目からそういうところを向こうに徹底を意識してしっかりやるような選手になりたいと思います。僕はチームのために走ったりだとか、チームのために戦うっていうことは大切にしていこうと思いますし、やっぱ試合に出るチャンスがなくてもしっかり努力を継続していければいいと思っています。それでは本日の石原選手お願いします。いろいろ大事なことはあると思いますけど、僕自身昨シーズンは一回も怪我せずシーズン終わりなので、やっぱり怪我をしないっていうのはすごく大事だなっていうふうに感じているので、その部分が一番大事だなと思いました。一つ一つのプレーに魂込めて、やりたいと思いますし、やっぱりチームのためにっていう犠牲心っていう部分をやっぱり、欠かすことなくやっぱ意識してやっていきたいなと思います。大丈夫です。すみません。はい。Dedicação, trabalho, diário, muito interesse, desejo de aprender e, obviamente, superação diariamente e a cada jogo. まず、毎日努力をすることを、諦めずに、やること、毎日、もっと良くすることを心がけてやっています。僕が大事にしているのは常に向上心を持つということで、やっぱ昨日よりも少しでも上手くなりたいという気持ちを毎日持ってプレーすることと、人間なんで一日一日こう気分のムラがあると思うんですけど、ピッチに立つときはそのムラを少しでもなくすように、いつも同じ状態で、練習できるようにということを心がけています。次の